さあ行くぞ。はいどうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。今ですね、また公園にやってまいりました。今日はねポケモン GO ですよ。最近ちょくちょくやってるんですけども、さっきねジムに挑戦したら勝てたんで、もっとねいい感じに勝ちたいなと思ってポケモンを捕まえにやってまいりました。頑張ります。いいキャラクターがね全然出ないんですよ。参ったな。なんでここの公園超広いんで、散歩がてら捕まえたいだと思います。よいしょ。あ、石つぶてが出ました。でも石つぶてね全然欲しくないっすわ。よいしょ。お、ジムバッジゲット、ありがとうございます。そんなことはいいんですけど、石つぶてはねとにかくいらないっすわ。他のいいキャラクターを。でもね、なかなかねいないですね。よいしょ。この公園ポケストップが結構いっぱいあるんで非常にいいわ。よいしょ。やっぱ昨日雨降ったせいでね、まだね地面がちょっと、濡れてますね。あー、カラスはいらんわ。よし。よいしょ。ほんと全然何にも出ないね。いいキャラクターが。あー、ほうほうだ。方法は全然欲しくないですよ。よいしょ。ここの公園ほんと大きいな。なんかいろいろありそうだわ。この辺りなんもないな。あっちだね。あっち行こう。あっちの方かな。こんな感じでね、ポケストップがね密集してます。これはいいよ。モンスターボールがやっぱりね不足してくるので、ガンガンねもらっていかないとね。お、すごい遊具が公園の、あ、ポップがたくさん出るわ。まあ、いや、ちょっとポッポ捕まえます。こういう感じです。ポッポはね簡単にね捕まるんですよ。ちょっと今ねピジョットをね育ててるんで、ちょっとポッポの飴が必要なんですよ。はい、ありがとうございます。ポッポは簡単に捕まえますね。もう一匹いきます。はい、ありがとうございます。はい、こういう感じでね、こういう感じでポッポは簡単に捕まりますよ。ありがとうございます。ポッポよりねもっといいポケモンが欲しいわ。よいしょ。おっと、なんかよくわかんないとこ来ました。
遊具がたくさんある感じで、これなんだ、これすごいな、よいしょよいしょ、もうザ公園みたいな感じですね。ストーンサークルっていうみたいですよ。ストーンサークルかっこいいな、めっちゃかっこいい名前が。こんな感じの、全然見えないと思いますけども、ストーンサークルだそうです。いいですね。あ、後ろなんかもう夜が明けてきてる感じの映像が撮れてますね。もうちょっとだけ歩きたいと思います。お、卵、やっと卵が孵化する。さあ、何ですか、何、あ、マリル、マリルはいいっす。お、来た、もう一匹、おや、何、はあ、これ持ってねえわ。なんだっけ名前、あ、オドシシだ。ありがとうございます。オドシシゲットしました。まあいいんですけど、今ちょっとゲットしたんで、まだね、僕ね、卵たくさん持ってるんで、ちょっと孵化させたいなと思います。孵化装置は。さあ参りましょう。いや、よかったわ、卵が孵化して。なかなかね、歩かないんで孵化しないんですよね。さて、次のポケストップへ行きましょう。この辺りにあるんですよね。あったあったあった、象の滑り台。よし、オッケー。あとはあっちの方に戻るだけですね。いやー、もうだいぶね、明るくなってきましたよ。よいしょ。なんかもう似たようなポケモンしか集まんないですね。でもやっぱ朝なんで、すごい気持ちがいいですね。まあ、これからだんだん明るくなっていくんでございますけども、非常になんていうの、涼しい。これがね、またあの日が昇ってくると暑くなるんですよ。全くですよ。ポッポはね、飴が欲しいんですよ僕。ありがとうございます。ゲット、よし。ポッポはね、捕まえて博士に送りまくるんですよ。 OK。 あと1個だね。この公園のポケストップあと1個なんで、そこ行ったらもう終わりにします。あっちの方か。お香炊いたんですけどね、全然ポケモンが集まんない。なんてことですよ。タッツーはいらんな。まあ、こんなもんかな。こんなもんですかね。
ポケモンはもう出ないかな、さすがに出ないですね。まあいっか、こんなもんで。よし、いい場所に来ましたね。スライドつけます。はい、ということで、全然ポケモンが捕まえられませんでしたっていうお話でした。お疲れ様でした。だいぶ明るくなってきました。朝の散歩でございます。いいね、非常にいい感じ。また朝焼けっていうには早いですけど、だいぶ綺麗ですよね。いいですね。前はこういった感じです。あ、やばい、青になった。またなきゃ。よし、非常に綺麗。いいね。もう5時、5時かな。あ、5時になりましたね。あと30分ぐらいで夜が明けるっていう予定ですね。にしてもやっぱり歩くと暑いね。さっきまで涼しかったんだけど暑くなってきましたね。